はやみさおりさんです。はやみさんはここにいるよ。こんばんは、はやみさおりです。すごい、バタイがバタイで復兵踏んだ時、バタイのせるみたいな、ここにいるじゃん。俺今日だけ義援になってもいいみたいな。もうすでに可愛いじゃないですか。どうすればいいの。よろしくお願いします。お邪魔します。去年の4月以来、はい、ざっくり1年ぶりです。わ、はい、そんなに経ちますか。その間に、フリースタイルが始まったりとか、はい、あ、そうですね、もう始まってたのかな。ちょうど始まってた頃ですかね。始まったくらいの時に、ぐらい、はい、で20歳に、わー、わっけな、成人式、成人しました。うわー、はい、うわおめでとうございます。ありがとうございます。うわ、そうですか。そうか、これで成人、はい、あ、そうか、成人か、すごいな。そうだよ、恐ろしいだろ。恐ろしいですね。あと1ヶ月くらいでも誕生日なので、2ヶ月か、2ヶ月で20歳終わっちゃうんですけど、はいはい、1年どうでした。1年あっという間でしたね、本当に。20歳は、うん、まあ、成人式やったり、こう20歳になってわーわーやってる間に気がついたら大きくなってましたね。はい、早見さん、お酒飲むんですか。あ、飲みます。飲めますよ。ほうほう。多分、全然大丈夫です。飲めることが判明しました。あ、飲めること判明しました。飲めます。そうだよね。はい。俺はダメなんですよね。あ、そうだね。こんななりなのに弱いっていうね。ギャップ萌えですね。好きなんですけど、量飲めないんですよ、ね。安本さんとかね、それで君のこと好きになってるからね。そう、安本さん初めて会った時、俺目の前でリバースして、安本さんに送ってもらったっていう。そうそう。で、次の日、こう、あの、梶田くんって子は、可愛いね。素直な子だって。掘られる。いや、そんなことない。素直な子が好きなんで、うん、ね。はい、というわけでですね、早見さんを迎えてですね、はい、番組が用意した企画があるそうで。俺知らなかったんだ、これ。俺も知らなかった。坂本さん、どういうことなんだぜ。僕知らないよ。知らないよ。行きましょう。はい。早見さんは、正義。このコーナーなんかドキドキ手作り感あふれるドキドキしますね。はい、というわけでですね、はい、リスナーさんからさすがに早見沙織さんでも、はい、これ言ったらちょっと引くんじゃねえかと、ね、なんか言わなそうなことってことですよね。なんだろう。丹下さんが来た時は、はい、まあ、凛子彼氏ではない杉田君が、うん、もしかしたら若干気持ちが揺らぐんじゃないかっていう説明をしていて、すごい、それは揺らぐ、すぐ揺らぎそうですね。で、オチはなんか丹下さんが可愛いってよくわからない結論に行き着いて、それが正義です。なんかみんなが恥ずかしがって終わるっていう微妙な空気になって、恥ずかしい気持ちになりますね。あのあと助っ人ダンスで丹下さんに会って、言ってる方も恥ずかしいんですよって言われた時に、なんて可愛い人だなって。可愛い、マジ天使だわ。どうすればいいんだよ。坂本さんなんかほら、坂さんがひどいからさ、うん、そうやって持ち上げると、まあ天使とかデコだしぐらいのことを丹下さんが言うって。これもかわいい。かわいい。丹下さん返せるようになったんだ。かわいいですね。というわけでやってみましょう。はい、リスナーから募集したんですね。はい、判定するのは僕と SB の田中くんです。はい、早見さんがセリフを言った後に、はい、まあ言うてもかわいいよねって時はかわいいの札、うんうん、恥ずかしい、あれおかしいなっていう時はあれの札を出すっていう。はい、じゃあガンガンいきましょう。はい、じゃあちょっと1通目いただきました。少林寺さんからいただきました。はい、いきます。ねえ、私のこと好きなんでしょ。このさ、この保証人の欄に名前書いてハンコをしてくれる。何でも可愛いからいいよね。かわいい、かわいい、かわいい。何ですかこの内容によるな。これはサインします。いや、どういうものかっていうのをちゃんと詳しく聞いた上で、うん、他にいいやり方があるぜっていうのを相談するかな。優しいですね。真面目。真面目。だからすぐに要望をこう受け入れると、相手は思い上がるから。うまいことバランスをつけてくれる。まあでもですよ、杉田さん。今の言い方からすると完全に最初から騙しにかかってきてるんで。そうだね。真面目に説明しても多分意味はないと思います。いや、まあ、かの、まあ、僕の好きな格闘家が言ってきた、いたけどね、うん。一番の奥義は自分を殺しに来た人間と友達になることだってことなのね。おぉ、かっこいい。これくらいハードルが高いければ逆に俺は何とかしてその洗脳を解いてみよう。可愛いものは可愛いんだ。はい、次だ。はい。俺は揺るがんぞ。回答日さんからいただきました。よし来い。やっぱり休日の朝ビールはうまいわ。よし、それじゃあまた、おやすみなさーい。はい、かわいい。かわいい。かわいい。本当ですか？これはね、本当ですか？
これはね、勝負にならんすよ。いや、これは、かわいいじゃないか。これはね、もう、何時か食べ。こら、お出かけ、アジュルス。実際、どんな感じなのか、じゃあ、アジュルスを派遣してみような。うん。うん。谷さん、はい、朝ビールはしないっすよね、そするわけないじゃないですか。朝ビールをしたことないですね、まだ。びっくりだよ、葛城美里もびっくりだよ。朝ビールは、なかなか。さっきね、お酒の話してる中、これかよっていう。ね、どういうことだ、朝ビールどんだけハードボイルドなんだ。俺はわさビーフが限界だよ、朝からわさビーフです。次、次。はい、次。いきます。リドゥンネーム、オーキードーキーショーキーさんからいただきました。あ、そう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 。かわいい。かわいい。かわいい。いや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 、かわいいかわいい。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 これ主に言い終わった後の、あれ大丈夫かなっていうのが、あゆみさんがかわいかった。そう。反応に困ってるところ。恥ずかしいだけですよ、これ。芝居がすごい達者なイメージがあるから、初めてうろたえるはやみさん見たから。いやー、これ大変ですね。我々、恥ずかしがる女の子大好きだから。やめろよ、そういう方。よせよ。可愛いの札上げざるを得ないですね。これダメだな。ちょっと、とっておきの行きましょう。あー、せっせっせっす。あ、ほんわ、これですね。あー、せっせっせっす。リドゥンネーム、3月8日が誕生日さん。あ、おめでとうございます。おめでとう。お誕生日、おめでとう。というとでも思った、このクズが。かわいい。かわいい。かわいい。ダメだ、もうダメ、うわそんな。これはかわいい。そんな、なんかもう、照れ、な、うわ、まあ、はい、次行こう。頭をガシって掴んで、おい、もう一度言ってみろって。俺は嘘がデーキレイなんだって言って。さらに上を行く。俺は嘘がデーキレイなんだ。もう一度だけチャンスをやろうってショットが思います。ジャギ様、ジャギ様。次リドゥンネームシンジ君さんからいただきました。はい、逃げちゃダメだ。楽怖いねが、悪い怖いねが。かわいい。かわいい。かわいい。なんでだよ。これはなんか朝ビールの後みたいなテンションで、朝ビールのテンションのまま生ハゲ祭りに参加するっていう。生ハゲ祭り。本当あれ。この程度じゃあもうかわいそうだ。トリックオアトリートって言ったらいたずらもしてほしいしお菓子もあげるしみたいな。この生ハゲにトリートで頼む頼む頼むゼワヒでもお願いしたい。なんだよ、大したことねえな。あれ余裕だわ。というわけで、ね、用意してきたんですよね。ちょっともう一通いきます。回答日さんからいただきました。はい、来い。すいません、遅れました。いや、昨日ちょっと徹夜してたらつい寝落ちしちゃってマジすいません、てっぺろ。あれ？はい。なんで分かる？これ分かる。スイさん、今のなんで洗ってたんですか？現場に遅刻したんだろ？スイさん、なんでそこマジになるんですか？ごめん。急に真面目に考えて。急に。スイさん、そこ真面目っすよね。遅刻してヘラついてる人、うん、昔いたけど、うん、それは、あ、これまずいな、この話は。これはまずい。そうか。まあ、スイさんはリアル事情がありますからね、それ。ちょっとまずいぜっていうぐらいかな。そうですね。でも、この現、この、ここで行ってる現場って、多分、うん、なんだろうな、なんだろう、別の場所とかか、待ち合わせの場所とかかな。だっていくらでもマスター。かわいい。かわいい。びっくりした、もう。急に現実に返さないでくれ、坂本さん。つゆさんの今の顔つったらもうないっすよ。というわけで、大したことないです。はい、余裕打ちです。はい、もっとエグいセリフがないとな。そうだね。ちょっとまだ勉強不足で。これってやっぱ有利だな。結構ね、ちょっといやもう修行が足りんかもしれない。そんなバカな。間違った方向にパワーアップするのやめてください、本当に。磨きをかけて。そんなバカな。逆にひどいことを言ってても、それを成立させてしまうっていうのは、これは演技力の高さだから。すごいな。どれが一番良かったんですか、先生。どれ、うん、やっぱ朝ビールかな。そうっすね。あんまり聞かない声が聞けたから、ね。朝ビールいいっすね、朝ビール。あんまり出したことない雰囲気でしたね。そうね。ああいう役見てみたいですね。そうだ。ああいう役、ちょっと振られてみたいですね。そうね。だから、千原みのりさんとかにも言ったけど、悪ガキの役とかやってほしいですよね。ああ、確かに。そうそう。鼻水を垂らしながら。うん、ああ、じゃあ、鬼ごっこやろうぜ。無限鬼ごっこみたいな。バカガキじゃない。全員が鬼。ルールどうすんのみたいな。わかんないよ。悪ガキの役って、うん。それも千原さんがやる意味ないっすよね。ないよね。楽しそうって言ってたけどね。楽しそうで。見てみたい。なんかのドラマ CD で、ハヤミさんがいっぱいいろんな役を振られてるのがこの間あって、
どれでしょうかね、はい、赤ちゃんやってお母さんやってそうですね、そうなんですよ、うん、急に現場で、うん、あの赤ちゃんのセリフとか泣き声みたいなのがあって、ほう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 、行ってみる行ってみる、これは神さんって言って行ってみるって言ったら、その後まあいろんなこと振られて、うまかった全部、いやなんか動物もやったって聞いたけど、あの CD 動物もやりましたね、犬もやりました、犬もやりましたし、あ、セブンゴーストってやつ、セブンゴースト、これドラマ CD から参加だったんだけど、あ、そうなんです、もともと人魚の役で喋らないんですよ、そしたら喋らない役をどんどん振っていただいて、アドリブで歌って書いてあって、全部歌だって、全部アドリブなんですよね、あれ成立しているしかもその歌ってなって、しかもその後にすごいなんか心を引きつける歌声だみたいなセリフがあるから、すごいそれが余計プレッシャーに、すごかったわ。はい、というわけで早見さん、本当に、アイムエンタープライズ様、本当に申し訳ございませんでした。こちらこそありがとうございます。